180万円の超高級ルームです。嘘でしょ。え、待って、これ何人用のホテルなの。だってこっちまで続いてるじゃん。そうだよじゃあステーキじゃん。ステーキ、ガチモンのステーキじゃん。ご用意させていただきました。使ってください。どうぞ。おー、すげえ。見てください、このナイトビューを。イエーイ。無頂点です。すごいね、アタル君お金持ちすぎ。アタルコーポレーションだから。俺のターン、ドラーン、ブルーアイズ、ホワイトドラゴン。で、これ見てください、こっち、はい、すごくない？これは何畳ですか？え、やばいよ、だってほら、私がちょっと動き回るよ。ここが、こんな感じになってて、ふぅーって、こんな感じしても見て、え、もうこの大富豪の遊びだよね、こんなことできんの。確かにね。え、あれ何？あ、なんか爪楊枝みたいな、ディズニーランドのあのシンデレラ城みたいな。 NTT さんの建物ですね。あ、そうなんだ。そうだよ、電波塔かな、確かな。電波塔なんだ。これがあれですよ、まだ半分なんですよ。っていうのもこっちもだ、その前にこっち、あ、こうなってんだ、見て、やば、ほら、洗面台、洗面台で、トイレ、おお、綺麗だね。ちょっとトイレしようか、うん、どんな感じにトイレするかって、どこですよ、反応しちゃったね。これね、大理石、それが180万円するわ。で、ここ、ここがなんかまた違う感じのね。え、これ何人用なんだろうね。100人入れるか、余裕で。人だけ入れるんだったら100人は入るんじゃない。余裕か。ほんと一つのお店みたいな感じだよね。お店より広いよね。ちょっとあっちから走ってくる、あのところから。位置について、よーい、ドン。何秒ぐらい？ 3.5 秒ぐらい。めっちゃ早いじゃん。見てください、この広大なベッド。もうここで15秒ぐらい寝転がったら、もう動画撮影したくなくなるね。なくなっちゃう。これいいじゃん。ほんと？映え。映え。だって白と赤だもん。どう？映り？うん、いい感じ。これは化粧台？違うか。インターネットって書いてあるから、これ多分ここで仕事するような感じだ。仕事用ね。なるほどよ。いや、こんな景色でね、仕事した、仕事できないよ。集中ができないと思う。ね、もう外が気になる。もう我慢できない、渡君。今日夜、腕枕してくれる？まあいいでしょう。で、こっちが、いや、見てください、この、いや、エロティックすぎない？ここ。ここ見て、エロティックな着物。着物の。バスローブ。なるほどね。で、ここに入ると。お湯をためて。これだってさ、すごくない？ジェットバス付きよ。やばい。確かに。ダメだよ。お尻を向けちゃ、ジェットバスに。ウォシュレットじゃありません。これも大理石じゃない？もう全部大理石とか。そうでしょ。だって180万円でしょ。こう言ってやるんですよ。180万円のところに泊まる人は座ってなく、シャリ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 。なんかすごいね。やば。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとこれは見せれません。てか思ったけど、ほんとさ、距離やばくない？端っこから端っこまでさ、どんぐらいでいけるんだろう。息上がるもんね。息上がるよね。これすごいのがさ、そういういたずらしたくなるよね。で、こっち、あ、これ見てよ、これジャック・ダニエルあるんだよ。これジャック・ダニエル、山崎高いよ、これ。私酒屋さんでバイトしてたからさ。ああ、そう。で、これすごかったの、これ見て。こっちもそうなんだけど、こっちはこっち、これがさ、見て、え、これ
すごい飲み放題。でも180万円でしょ。どうなのこれ。1万絞り取ったら取った分だけ朝日。え、どうなんだろう。でもさ、取ったら取った分だけのやつってさ、カチャってやってさ、パカって一つずつじゃん。じゃちょっとめっちゃ似合うね。クリスマスだから CM 来るね、これ。ラー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 って感じが。じゃあ CM やりますよ。はい、じゃあアクションお願いします。アクション。今年の冬もコカ・コーラで楽しもう。コカ・コーラ。ここで緊急速報ですとか入れたかったけどやめたわ。行こうよ。完全に私滑っただけじゃん。いやでも当たるとこうやって取れるのさ、なんかいや本当に本当よこれ、うん、本当に当たると取れるのってもうこれとさ次の動画ラストじゃん。そうだね。ちょっと寂しいね。酔っちゃったかもしれない。これもしかしてあの大人気コンテンツの青木かのんの愚痴り部屋ですか。何それ。愚痴り部屋、愚痴り酒だっけ。なんかあったじゃん。あったね、うん、1本だけ撮ったね。あれ渡るの家なんだよね実はね。あのピクルス飲んで。あー違う、ピルクル。ピルクルよ。何ピクルスって。うわー、なんか寂しいよ。まだちょっと声だけでも出てよ。こんな感じでできるじゃん。だってまあできる、声だけだったら。え、できんの本当に。いや、わかんない。会社に確認してよ。声だけいいっすかって。まあ、でも結局変わんないから。だって過去動画ね。まあまあそうだね。でもね、視聴者さんから言われたの、うん、渡るくんが転職先の決まりで YouTube 出ちゃダメってなったとしたら、じゃあ過去動画も非公開しなきゃいけないんですかみたいな。でもそれは問題ないんだよね。それは会社に確認取ったもんね、うん、だから過去動画は全然見れます。はい、ね、よかったね。でもね、過去動画でも楽しんでください。お願いします。目描きながら言うな。じゃあ渡るくんがこの部屋の中で一番お気に入りはどこですか、うん、最後それお互い決めて終わりましょう。どこ。え、ここ。ここだよ。見てこれ、ほら。やっぱそうだよね。こんなんしたことある。ない。いや、ないよ。外がね、一面の夜景。左見たら夜景でさ、完璧でしょ。じゃあ私青木香音が発表する一番お気に入りの部屋はこちらでございます。どうぞ。めっちゃ背筋いいな。サザエさんやんないんだ。ここです。やっぱここでしょ。だって最高じゃん。夜さ、こうやってさ寝ながらさ、うん、見れるんだよ。最高だね。最高じゃない、うん、だってここもそうだよ。このギラギラタワー、ほら見て、ギラギラ、ほらギラギラタワーすごい、やばくない。いやー、すっごいね。ちょ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 、一緒に寝っ転がってよ。最高くらい寝っ転がってよ。いやいや、渡るくんも一緒に写して、この苦笑いの顔写すのが一番美味しいんじゃん。一緒に写して、